きチャンネルよっ。こんにちは。さあもう、一人しゃべり70分終わりました。はい、お疲れ様でした。もうチェックもう疲れました。今から私との撮影ですから頑張ってください。もう70分一人で喋ってんだよ、もう総チェック。そうですね、まだ開幕、しかも開幕カード別だから、だから開幕カードと合わせたら120分ぐらい俺一人で喋ってるの。おあれ50分ぐらい喋ってるから50分で120分よ、2時間よく70分ぶっ通してずっと続けられますね。言いたいことが多いからね。あやっぱり俺誰よりも詳しいかもわかんないプロ野球のことそうね、こんなに毎日見てたら、うん、本当全試合細かくチェックしてますもんね。うん、本当バカだよね俺。あの気合がすごいと思います。やろうかなって思ってももうなんか普通の人に構うんですよ。使命感なんだよね、もう、うん、あとあの逆に、はい、やらないと怖くなってきてる。あ、分かんなくなるんじゃないかっていう。そうあそんな適当に、うん、知らないのに喋れるっていう、はい、で、うん、一つの答えがあるんだよ、はい、褒めるって、うん、嘘でもいいんだよ、はい、適当なこと言ってるけど、うん、褒めることって間違えてても文句言われないじゃん、はい、あそうですね、なんかみんないい気持ちになりますからね、うん、あ褒められてるって、うん、だからもし女性の人でも、うん、髪切ってなくても、はい、あれ髪切ったすごいよいい感じだねって言って切ってなくても悪い気しないじゃん、はい、そうですね、あ切ってないですね、いい感じですかって、ね、なるじゃんね、うん、でも、はい、悪いことって、はい、嘘とか適当に言うと、はい、バレちゃうのよ。そうですね、うんうん、だから悪いこと言うってことは見とかないといけないんだよ、はい、俺どっちかっていうと、うん、悪いこと言う方が多いじゃん、はい、だから見とかないと言えないんだよ、うん、だから褒めてる人って多分見なくてもできるね。そうですね、うん、嘘適当なこと言っとけばいいの、はい、いやーよかったよねナイスピッチングでとかって言っとけば何がいいんだよって言われないじゃん、はい、いやあれじゃダメだよねって言ったら何がダメなんだよって言って、はい、説明しなきゃいけないから。そうですね、でもちゃんと見てるから説明できますよっていうことですよね。怖くなる、はい、見とかないと。そうですね、うん、佐藤さん、あの私髪色変えたの気がつきました。もう髪が違うのは分かったから、はい、だから言ってみたの。あ、そうなんですか。そうそうそう、それきっかけで今の。そうそうそう、そらそうよ、キャッチャー色までは分かんなかったけど、あ、髪がちょっと違うなっていうのは分かった。あ、本当ですか、うん、あでもいい感じだねっていうかとは思わなかったですか。いい感じですか。いや、今日はなんかプロ野球ニュース初めて出るために仕上げてきたんかなっていう。もういや、そういうこと、いや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 、あの毎月私あの1ヶ月半に1回だいたいカラーリング行くんですけど、うん、もう前の時に予約してるんですよ全部。あ、そうなの、はい、でもあれだね、開幕したのにもうノースリーブやめたの。いや、ちょっと今日この後予定あるんで、なんかノースリーブがあれだなと思って、次の用事のためにちょっと来てないです。ああ、もうじゃあサズダクチャンネルはもうあれなんだ。いやいや、そういうことじゃないじゃないですか。もう最近もう上り調子だからちょっともうあれそっちの方が大事ってことだね。違いますって、違いますって。もうあのそうなってくると、はい、またこうバカばっかりいるからあの交番ドッキリとかになっちゃうよ。いやいやないいじゃない、ちゃんと開幕した時ノースリーブ気合い入れてきて着てきて、うん、じゃあ今日はデコルテ出していきますよ。バカだからやられちゃうよこのスタッフに。もう最近ドッキリもやってねえし。最近やってないですね、うん、バカばっかりだから。あの週刊誌以来だ、うん、もう、はい、誰か勝手に座ってるドッキリやられちゃうよこの人たち。そんなこと起こるの本当に。でも私、じゃあ切ろうかハサミで髪。うん、そうだよ。この後だから仕事あるんですって。だから行く時縫うわ。なんか空いてるニットとか流行ってるんですよ。そうなの。はい、お、じゃあ破ろうよ。で、なんかいや破ろうよ、どんなプレーやねん。ちょっとあの今日何の話ですか。あ、そうそう、今日はね、はい、開幕3連戦を見た中で、はい、皆さんが気になる、はい、新人キャッチャーの松川安田について。おー、わー聞きたい、すごい聞きたいですね。どうだったか、うん、開幕戦土曜日はね、はい、中止だったけど、うん、だから土曜日は松川じゃなかったっていう話もあるんだよね。はい、キャッチャーか、分 か, うん、分かんないよ、はい、松川かも分かんなかったけど、うん、っていう話もあるんだけども、はい、まあ見てね、うん、じゃあ安田から。はい、お願いします。硬かったね。あ、緊張してました、うん、全体的に、はい、マンブリが魅力だけど、うん、あの佐々木朗希からレフト前打ったけど、はい、あれ低めの選球眼もうちょっと良くしていかないと、うん、はい、多分落とされるボールばっかり投げられる。うーん、あの強く振るのはすごい魅力なんだけど、はい、振ればっかりだったら、俺が相手のキャッチャーだったら、うん、どうせ何でも振るから
低めに落としとこうってなるんだよ。でそうしたらそれ振ったら、はい、もうでそれを投げといてストレート見せ玉で意識だけどっかで刺して、はい、意識玉として使って、はい、でまた落としときゃいいかみたいな感じで、うん、なってくるから、はい、多分こっから打てるもっと打てるようにするかどうかはあの低めの選球眼鍵だね。へあそこをしっかり、はい、だからやっぱポイントが、うんまあ、強く振る飛ばしたいからもう前なんだよね、はい、だからしっかりもうちょっと引き込めて打てるようになれば選球眼も良くなるから、はい、あの多分佐々木朗希のレフト前とか非常に良かったんだけども、はい、だからああいう風なバッティングを、うん、そのカウントによってとかあの場面によってできるようになってくれば、はい、もうちょっと上がるかなっていうのあるけどもうあの低めが鍵だね。でもやっぱ見ててバッティングも可能性は感じる感じが、だからそこを見逃せればね、はい、そこ見逃せなかったらもうただ振るだけだから、はい、あのすっごい楽になるんだよ。でもこうやってあれですね、1回1試合2試合見ただけでそう思うってことは絶対みんなそうやってきますもんね。もちろん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 、うん、だから下手したら高低の攻めになるかもしれない。あ高め低めの、はい、うんうん、振らせて振らせてみたいな、うん、意識づけてみたいな感じなのから、はい、だからそこはちょっとそういったところを注目して見ときたい。こっちも ね、 そうですね、どうなのかなっていうね、うん、まだ始まったばかりだから分かんないから、ね、まだ2試合ですからね。そうそうそう、守備はね、はい、だいぶ硬いよ。もう気持ち出すぎ。え、あの守備の硬いってどういうことが硬いですか？何が硬いんですか？うん、あの動きが守備に全部、うん、だから盗塁した時も、はい、もう気持ちばっかり言ってるから目とグラブ遠いし、だからジャックルばっかりするやん、はい、こうもう、はい、まあ、1個目は中村のやつはちょっと盗まれてたから、はい、ちゃんとやっててもセーフだったかも分かんないけど、はい、でもちゃんとやんないとそういう隙見せるとどんどん来られるから、はい、特にロッテとかはもうバンバン足使っていくの分かってるから、うん、もう気持ちばっかり言ってるから若干こうなってんだよね。あ、体が前出ちゃってる、ね、そうで、あのもうここの自分のテリトリー視界にミットがないから、だからやっぱりジャックだって人間っていうのは物事をちゃんとしたいときに必ず中心線で行うんだよ、はい、大事なものを書くときにこうやって書く人いないでしょ。そうですね。もしじゃあ豆とか掴んでってたときにこうやって掴む人いないじゃん、こうやってやるじゃん、はい、うんうん、何事も習字とかもこうじゃん、はい、だから人間っていうのは必ず大事なこととか丁寧にするときって中心線の中でやるわけよ、うん、でもそのテリトリーの中でやらなきゃいけないんだけど、その握り替えもそうだよね、はい、それが一番ミスが少ないのよ、はい、だからこうもあるけど全部このテリトリーの中でやらなきゃいけないときにまず若干上目はいいけど若干下目に行くと本当にテリトリーの外になるからジャッカルしやすいの、ね、でそれが2回連続起きてるから、はい、だからそこら辺はちょっとこう焦りすぎ、刺したいっていう気持ちが行き過ぎてるから自分のテリトリーの中の外になるからジャックしやすいんだけど、そこら辺をもうちょっと落ち着いてやらないと、はい、バタつくね。うん、3戦目のワイルドピッチも安楽の時の股抜けたのもそうだけど、硬、うん、いから遅いんだよね。硬いってなると遅くなるんだよ動きが、うん、できてないから、はい、だからそういったところはまあ慣れだからね。まあそうです、そうそう、慣れ、ね、だってまだ新人だから、はい、別にこれはダメだって言ってるわけじゃない、うん、これは慣れだから、はい、これそれをこうやってもうちょっとこうね余裕なんてないじゃん、はい、でもそれをやっぱレギュラーで行くってなると、うん、そういうのを持って一生懸命やるだけじゃダメだから、うん、そういったところがこうできるようになるのが大事だね。全体的にこうキャッチングも下手くそじゃないよ、硬、うん、いんだよね、全部全部が硬いんだよね、なんか大体緊張からくる感じのあと丁寧にやらなきゃいけないとかね、はい、うん、丁寧にやらなきゃいけないってちょっと固まるからね、はい、そこら辺もうちょっと余裕を持ってくれたら、うん、まあ、もうちょっと上手くなるのかなっていうところはあるけども、はい、まあ緊張しますよ。そうそう、だって松川だって、うん、初戦はやっぱ硬かったね、オープン戦の方が柔らかかった、うん、若干こうちょっと上から取り気味に行ってたけど、はい、松川のね、一番いいところはね、はい、形がいい、構えた。おー、だから構える形が、はい、もう、あ、ブロッキングとかうまそうやなっていうね。へぇ、どういうところですか？いや、だからもう、それは佐々木の野球教室に来て、佐々木の、技術本買ってください。ここでは教えてくれないんですか？そうそう、俺はもう YouTube で技術の話はしないって。へぇ、でも形がいいのよ、はい、もう形見た時に、あ、これワンバン、だからワンバン入る形もいいね、はい、綺麗し、速いし、それがね、昨日の増田の時は反応が遅れたのよ、はい、それまでゲレーロの時とか止めれたのに、はい、反応が遅れて、迷って、うん、おーになって、それで反応できなくてワールドピッチになったんだけども、はい、だからそこも大事に行こうとしすぎるからそうなるのよ、うん、だからその終盤ピンチだったから、やっぱりね、大事に行こうって意識しちゃダメなのよ。大事に行きたいですけどね。いや、当たり前だから。
大事じゃないとこなんてないのよ、うん、全部大事だから、それが普通にならないと、ここで大事にいかなきゃしたら安田じゃなくて固まるじゃん、はい、そこで迷いが生じるから、うん、だからそういったところをまあまあまあ、何し高校生だしね、そうですよ、高卒ルーキーですよ、うん、だからまあそれをね、うん、だからあの佐々木さんね、総チェックでも、はい、初回のベストナインに選ばれてんだから ね、はい、っていうところではもう構えもいいからね、まあそこはもう経験だから、はい、ね、でスローイングも悪くないね、うん、まあ、若干のね西川に走られた時は低投でちょっと小判気味になったけども、はい、スローイングもでもスローイングがいいのもやっぱ最初の構えた形がいいのよ、うん、だからそこからの動きがスムーズになっているっていうところがね、はい、あの非常にこっから、うん、でももうねあの吉田とかもそうだけど、はい、入ってきた時一番うまかったのよ、はい、だからこっから下手くそにならないようにしないといけないよ、えこれってなんでじゃあ下手くそになっていっちゃうんですか、上がっていくんじゃなくて、なんですか、まあ、それは何かの原因があるんでしょうね分かんないけど何かの原因があるんでしょうね、あるんでしょうね、はい、あるんですか、だからあのいじりすぎないいいところを見といてあげる、はい、いいところの修正していくっていうことが大事だからね、はい、できてんだったらいじらなくていいからね、何でもいいんだから、うん、結果さえ出れば、はい、でもねバッティングがね、うん、まあ、似合うんで打ったよ、打ってました打ってました、でもちょっとおっさん臭いねどういうことですかいいじゃないですか別に打てればおっさん臭い、いやーもういいよ、はい、けどもう右打ちだからね、はい、うん、田村の体で会話みたいな感じだからね、右打ちみたいな、はい、だからもうちょっと豪快に振ってもいいんちゃうかっていう感じもあるけども、うん、若干右あれ多分インコースバンバン来られるよ、 あれだって俺だったらもうインコース考えてね、あそうなん、もう反対逆打ちばっかりだからもうおっさん臭いバッティングがその表現が若さが足りない、いいなんか私その言葉聞くと私はもうフレッシュ感がなくて度胸があってなんかこういやなんかあの怖さがない、へえ、だってルイででも走らないから、はい、うん、怖くないし、はい、あれだったら、うん、島とか、うん、あの相川とか、うん、その鶴岡とかみたいに、はい、やっぱり3割前後ぐらい打たないと怖くないで、はい、あまり大きいヒットはなさそうだなっていう感じ、うん、そういうバッティングしてないからね、うん、だからそれが今結果出すためだけにそれしてできる、でも高校生の時から結構逆打ち多かったからね、あそうなんですか、俺の見た感じで言うとね、うんうん、だからまあ結果出さなきゃいけないからね、はい、まあ、難しい問題なんだけど、うん、怖さが足りないね、怖さがないね、うん、だからあインコースのさばきかどうかでね、インコース来たらくるっと回りますよだったらいいけども、はい、結構アウトコース中心で攻められてたからね、うんうん、だから、まあ、俺だったらもうガンガンインコース行くけど、はい、そのインコース来た時にどういう反応するかみたいね、うん、そこでまだこのね、あの考えが、俺の考えが、まあ、だってまだ3連戦しか見てないからね、そうです、うん、考えが変わるかもわかんないけども、うん、そこどうなんやろうなっていうね、うん、インコースのさばきとか、はい、まあ、全体的になんかコンパクトに反対方向へみたいな感じになるから、うんうん、なんか本当島とか鶴岡みたいな感じ、はい、だけどもあいつらは打率高かったからね、そうですね、勝負強くいいところで打ったりとか一発とかはないけどね、はい、うん、だからそこがどうなるのかっていうのはちょっともう、うん、もうちょっと見なきゃけど、はい、まあまあ2人ともいいものは持ってるのは間違いないけども、ね、あとはこれを続けていけるかどうかっていうところが、だからお互いにねまだ課題点ではあるのはあるけども、はい、まあ、これは経験だからね、うん、そういったところはまあ見ていきたいなっていうところはあるけども、はい、袴さんとね、俺の新人王を選ぶっていうところで、はい、松川なんでやって言うけど、いや松川新人王はまあほぼほぼないでしょ、まあ、高卒のルーキーで新人王を取ったのってキャッチャーでってなると、キャッチャーなんていないよ多分、え、なんかね、調べて超昔でしょ、超昔でしょ、超昔です、もう1970年だろうぐらいの感じなんですよ、だからそれはね、うん、取るかもわかんないけど、人にはあげれないよね、はい、まあそうです、うん、でもまあまあそういう感じに見えたんで、またこれはね、うん、継続観察だね、そうですね、まだそんなんなんかいいも悪いもね、はい、始まったばっかりだけど、まあ、いいものはお互いにあるし課題もあるけども、うん、はい、まあ、いい感じではやってるよね、そうですね、うん、まあ、まあ逆に言うとね、はい、もう一番最悪なのは松川以外のロッテのキャッチャー、一番最悪なのは、うん、もう恥ずかしくて歩く球場行けんやろっていう、2試合ともずっと松川選手でしたもんね、交代なく、交代なくずっとフルでしたね、うん、もう恥ずかしくて、恥ずかしいやろっていう、高校生にいきなり負けてよ、本当恥ずかしいやろっていう、でも佐藤俊哉選手はまあ別ポジションでずっと出てたじゃないですか、スタメンで、いやだから別に、はい、なんていうの、まあ、その佐藤がね、はい、キャッチャーとしてのプライドが別にないんだったら俺はいいけど、
キャッチャーとしてのプライドがあるんだったら追いやられてそっち行ってんでしょ、うん、恥ずかしいやろっていう、まあ、恥ずかしいじゃなくて、じゃあ松川選手がすごいってことにしましょう。いやいや、高卒1年目だからねだってよ、ね、はい、アナウンサーで言うとよ、うん、いきなりよ、うん、新人にその局で一番大事な番組の司会、うん、その人がやるみたいなもんよ。まあそうですね、恥ずかしいやろ。恥ずかしくて局行けんやろ。いやもうそうですね確かにそうですね、今まで何だったんやみたいな、うん、やっと出られると思ったのにみたいな、ね、で抜かれんだよ全員、はい、入ってきた新卒に、はい、で一番その局で一番大事なところのメインにその子が来て、はい、他はもう全員バックアップみたいな、はいはい、逆にあの街角から何とかんとから何とかさんレポートします、今はここでこうですみたいな、うん、とかやらされてんだよ。でしょ、はい、だからもうちょっと奮起してもらいたいね。松川のレベルを上げるためにも、うん、もっと周りが奮起しないと、はい、ね、競っていかないとやっぱ上達しないってところで、そう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 、もうほ、うん、俺だったらもうほんと恥ずかしいよもう、はい、まあそんなことなかったけどそうですよね、佐藤さんはちゃんとレギュラーつかみましたから、うん、はい、だからこの俺の言葉を肝に銘じてロッテのキャッチャーには、うん、頑張ってほしいね。そうですね、うん、はい、だって松川選手がねフルでまあ143試合フルで出るってのは難しいですから、うん、でも結果残したら出るからね。そっか、まあ、キャッチャーでも出られる人は出られるのか。そうそう、別に疲れも見せないでそこそこできたら、うん、まあ、別に無理に変える必要ないからね、はい、まあ、そしたら恥ずかしいよね。そう、さらに恥ずかしいですね、うん、はい、まあでも頑張ってもらいたいよね。いや本当頑張ってほしいです、うん、もう安田はまだ大卒だからね、うん、はい、まだあれだけど、はい、まだだって3月までは高校に席あるんだもんね。あ、そうですよ、まだ高校3年生だ実は。そうそう、もう負けてんだよ。はい、そうですね、まあそこは奮起してもらいたいね。ファンの皆さんはね、はい、松川頑張れでね、楽しいかも分かんないけども、うん、あの同じキャッチャーとしてはもう恥ずかしいよねって思うよねそうですねまあ皆さんもね、はい、自分の仕事に置き換えて、うん、その状況を考えてみればどういう感じか分かると思う、はい、いや自分の立場に置き換えたら、うん、すっごいなんかもういたたまれなくなった気持ちが、ね、だからまあ頑張ってほしいよね、はい、そうですね、切磋琢磨して上がっていくのが一番いいからね、はい、あのちょっと一個聞きたいことがあるんですけど、うん、あの松川選手は構えがいいって言ってたじゃないですか、うんうん、安田選手も硬かったなっていういいものは持ってるって言われましたけど、良、うん、かったとこ一個教えてくださいよ。だからフルスイングじゃん。 あんなのなかなかできないからね。はい、あそこは良かったんですね、うん、そう、強く振る。だからあれを低めに見逃せて、はい、自分の打てるところをフルスイングできれば結果が出るじゃん、はい、だからそこが課題っていうだけで。そうかそうかそうか、うん、なるほど、よ、いい、いいところで、まあ、そう、だから森とか、森とかもそうじゃん、はい、柳田とかも振ってたけど、うん、あいつやっぱ選球眼良かったから、はい、だからそういったところで低めをしっかり見逃せて、自分のバッティングカウント持ってくれて、甘めのところ打っていけばホームランも打てるだろうから、はい、だからその何でもかんでも振るんじゃなくて、うん、そこら辺が見極めれるかどうかが大事っていうだけで。おー、あ、よかったです、ありがとうございます。はは、なんかこう楽天の方ですか。え、楽天の方ですか。いや、楽天の方ではないですけど、まあまあ、あの応援してる方です。ああ、そうですね、うん、まあ、あの、はい、新人王3位にドラフト3位に入れてますもんね。入れてるんで、うん、まあ、可能性はありますよ、うんうん、皆さんね、まだ見てない方はこちらもありますので、はい、ぜひ見てください、はい、ということで、佐々木の、まあ、開幕3連戦だけを見た中でのね、まあ、2試合でしたけどね。そうそうそう、まあ、ここからね、もっと見とく必要がありますけど、はい、まあ、松川安田、うん、論評でした。はい。